はようございます。パンケートカイトです。今日はね、一日カイトの密着ということで、すいません、ちょっと朝起きてね、家でも芯取ろうと思ったんですけど寝坊してしまって今もね、ちょっと実は動画を撮ってる余裕がないぐらい急がなきゃいけないタイミングなんですけど、ちょっとこれから今日カイトのたわいもない一日を皆さんにお届けできたらなと思いますので、よかったら見ててね。おはよう。おはよう。まだ筋肉痛なの？筋肉痛なの？筋肉痛、めちゃくちゃえぐいぐらい。ということで今日はこのバンケットリハでございます。頑張りましょう。頑張りましょう。全然メンバーが揃わない。ジャスティン・ビーバーですか？いや、全然ジャスティン・ビーバーじゃないですね。おにゅうの人今日。いや、全然ズボン投げ見て、新しいの出てた。え、何それ、何味？カフェラテ風味でございます。え、めちゃめちゃうまそうじゃん。しかもプラスソイ。ソイ？いいよ、吸収早いよ、ソイも。めっちゃいいじゃん。タンパク質 15g。 いいじゃん、今日飲もう。よし。わあ、ナイスタイミングだ。今日ね、ユーマがいつもバンケットの手取りを勝手に組んでます。勝手にって言い方は本当悪いな。勝手に組んでる。いつもありがとうございます。やってみよう。はい、ということでリハーサルが終わりまして、今はね、こう事務所に戻ってきましたね。戻ってきて今から撮影、 YouTube 撮影の方していきますから。あー、してますね。してます、してます。頑張って編集してます。ここ編集しすぎてここここけてるから、もうわかるわかる、うん、めっちゃわかる。編集しすぎて髪色暗くなっちゃう。それはめちゃめちゃいい。今新しいニューカラーですからね。ニューカラーです、はい。
明日ライブで初披露ですね。何してる？今から髪をですねカットしてもらおうと。カットはせんだろ美容室ちゃうぞここあれじゃあ美容師さん？あ、福田美容室です。矢島美容室みたいに言うのよ。あー、ごめん入ってなかったわ。こういうのとか、こういうスキャンプをして髪色はな。なかなか撮影が始まりません。はい。はい。はい。回しました。はい。皆さんこんにちは。バンケットのゆうまです。僕がですね、うまいねって言われることが多いんですけどもということでね、今回ボーカルのゆうすけくんのいいオープニングですね。はい、実は僕もともと日芸っていう日本大学芸術学部放送学科に行ってて、実はカメラの勉強しました。はっ。さあ、思いのほか撮影が早く終わってしまい、急遽今からお買い物に行きたいと思います。 with この人いつも言わないかい。早く終わった日、だいたい2人で買い物してるよね。なんかガチすぎて気持ち悪いと言われたこの BL コンビ。なんかやっぱ YouTube とかさ、うん、こう始まってからさ、うん、俺の印象が変わった人も多いと思う。まあ、カイトもそうだろうけど、カイトはだって基本ライブから、ライブも YouTube もさ、うん、ライブもやっぱ MC で喋ることが多いから、多分カイトの人間性って多分バンケットで一番さ、なんだろう、みんなに知ってるっていうかさ、まあそれ変わんないね。そうそうそう、みんなが思ってるのと一緒だね。まあ裏を持ってないのがあなたじゃん。そうだね。そう、結構多分ユウスケとか特に怖いってイメージあったからね。多分、まあ、一番言われたのがライブだけ見てくれた人、知ってる人とかが、ユウスケくんって思いのほか結構喋るんですねみたいな。結構言われた。逆に YouTube の時はいい感じのユウスケいっぱい見れるかもしれないってことだね。そうだね、ユウスケライブ見て、YouTube 見てくれたら人間性分かってくれるんじゃないかなっていう。さあ、ゆうすけくんの買い物が終わり、ラスト僕の買い物ですけど、何を買うかというと、今からクロムファーツ買いに行きます。はい、自分へのご褒美、ユナイテッドアローズ。やっぱクロムの帽子も可愛いな。このクロムのメガネめっちゃいいじゃん。左超ええじゃん。かっけえ、左かっけえな。ね。俺普通にクロムのさ、パーカーとかも欲しいんだけどさ。いや、やっぱピアスだな。この小ぶりのリング。こういうの？これ。もう本当だ。この小ぶりのリング2個作ったらめっちゃ可愛いわ。うん。え、どうしよう。いや、でも俺でかいのもかっこいいな。でかいね。じゃあ右よ。あれすごいね。あれめっちゃいいな。ああいう系だって、ああいう系なくなかった、だって。ない。だってつけてる人少ないし。ね、見たことない。見て。すごいよ。いや、めっちゃかっこいいか、でも。すごいぞ。俺めっちゃいいと思うんだけど。めっちゃかっこいいかな。どこだ。じゃあ予定変更してこれいっちゃう？いっちゃうか。それ普通にかっこいいもんな。行っちゃおう、行こう行こう。そうですね、ご褒美ですもん。あ、そうなんですね。はい、誕生日とかですか？いや、全然なんかいつも頑張ってる自分にご褒美で。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、お出口まで。すいません、ありがとうございます。すいません、またお待ちしております。はい。ああ。選びましたね、一緒に。いやりました、ありがとうございます。よかったよ、めっちゃいい、似合ってた。ちょっとつけるの楽しみだもん。あ、来たね。8個中6個俺ごめんお母さん、片付けます。片付け完了。ご飯を食べましょう、ご飯を。じゃあ今日は言うて減量中なんで、今日もほぼ同じメニュー。今日のご飯も豆腐、サラダ、納豆、卵、まあ、もやしとかですね。あと豆腐ハンバーガーとか、それも食べようかな。いや、しっそ
この演出をするなら普通もっと美味しそうなご飯を出すのがセオリーだ。いただきます。ドレッシングはね、基本的に僕はあれなんですよ、これなんですよ、絶対にもうこれ青じそドレッシング。僕本当に梅が好きで、もう何にでも梅入れちゃうぐらい梅好きで、うん、だから今日もね梅食べますよ。まあでもとりあえずサラダだね。納豆なんだけど、下にあの豆腐ハンバーグ入ってます。ね、これお母さんが作る味付け卵なんですけど、本当に母さんが作る味付け卵本当に美味しいと思う。いただきます。うまっ。うん。うまっ。ここで梅ね。ごちそうさまでした。ほぼ毎日サラダと豆腐、納豆、卵っていうもう同じメニューなんですけど、でもやっぱその好きな青じそ味とか梅で味付けしてるから全然飽きないね。食べた後は編集して1時間経過したらジムに行こうかなと思います。いや、ということでジムに来ました。今日はね、このチアーズパーカー、まあ、バンケットパーカーと思うんですけど、セカンドワンマンライブの時にね、あの作ったこのチアーズパーカーで汗をかいていきたいと思います。終わった。アブローラー手伝い、腹筋やって、で、その後、おのおの、胸だったり、腕だったり、やりたいとこやって、今日は肩だけだったんだけど、やって、その後、基本的にバイク、やって、追い込んでます。僕の死闘、どうでした？じゃあ、この後、ストレッチして帰ります。はい、ということで、帰ってきました。たわいもない一日だったんですけど、まあ、とりあえずこのままお風呂入ってあとは寝ます。またね、ちょっと意外と自分密着面白かったんで、こういう密着あったらね、また公開できたらなと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。以上、バンケットカイトの一日密着でした。